こんにちは、カーピです。今回はお久しぶりのリアルタイム対戦動画撮っていきたいと思います。はい、リアタイ動画、これが1年半ぶりぐらいだと思うんですよね。そもそもリアタイ自体ほとんどやってないんですよね。この間久しぶりにやったんですけども、その時がこれですね、1月26日、なんとか 1-0 で、勝利をしたという感じです。その前が7月の19日なんで、プレイだけでもほとんど半年ぶりですね。まあ、そんな感じなんで、皆さんにお見せできるようなプレイになるかどうか、これが一番の心配事ですね。で、まともな動画になることを祈りながらやっていきたいと思います。さあ、先発投手はこの人です。ソトコバ。この人、噂によるとめっちゃ強いらしいじゃないですか。視聴者さんからこのソトコバの使い方いっぱい教えてもらったんで、このみんなから教わった知識を生かして対戦相手をキリキリ前させてあげましょう。はい、では久しぶりのリアルタイム対戦動画いきたいと思います。対戦相手どんな方なんでしょうか。ブロンズランク5、どれぐらいすごいのか分かりません。検証チャンス、これもよく分かりません。さあ、とにかく始まってしまいました。まともな動画になることを祈ります。お、礼儀正しい方ですね。僕もご挨拶しておきましょう。さあ、ソトコバ選手先発、何を投げようかな。あ、やばいやばい、時間が切れる。とりあえず、あー、しまった、間違い。うわー、いきなりヒット打たれました。バッターは2番に入っている丸。やばいな、こんなに速かったっけ。これぐらいでどうだ。これでギリギリぐらいかな。おお、なるほど。で、それっぽいところにストレートを投げてみます。おお、振らない。いいんじゃないですか。戸惑ってるんじゃないですか。これぐらいでどうかな。これでギリギリちゃいますか。おお、走られた。完全ノーマーク。なんてこった。相手の方やりますね。これはいいところでしょう。おお、ファーストゴロ。まだ三塁行かれた。やばいな、これは1点覚悟かな。ちょっと高め行ってみましょう。これどうだ。おお、いい当たり。やばいやばいやばいな。もうこれギリギリ狙いましょう。これ、あ、これはボールか。ミスった。おお、ナイスナイスナイス。これは戸惑ってるんじゃないですか。ソトコバのナックルに戸惑ってるでしょう。ああ、また間違えた。なるほど、そうですね。こんなもっと集中してやろう。これはどうだ。たまにストレート、いいとこ決まった。これは三振取りたいな。これどうだ。行ってくれないかな。ってくれないか。じゃ、もうちょっと内側から大きく曲げてみましょう。どうだ。おお、打たれた。あら、おかしいな。視聴者さんのコメントによると、ソトコバは適当に投げても打たれないっていうコメントもあったんですけどね。さすがにそこまで甘くはないかな。初球はこれギリギリかな。あ、全然外れた。ポロ。アイザーちゃんとして、この辺りで不意に急なストレート。どうよ。 OK、 三振取った。ソトコバ初めてリアタイで使いましたけども、1失点からのスタートになりました。さあ、ここからが問題ですよ。カーピさんがまともにバッティングができるかどうか。あれー、切断。マジか、何があった。相手の方で、これもう待たずに勝利でいいのかな。まあ、いっか、これはもう勝利いただきましょう。はい、まさかのお相手が、リタイアで終わりになりました。はい、まあ、こんな形で、ソトコバの勝利が決まりました。おお、懸賞獲得、ハロウィンテック賞3000コイン、300コインか。
いいですね。ありがとうございます。今常に不足してます。貧乏な僕にはありがたい。さて、まあこれで終わるわけにもいかないですよね。これで終わるのはさすがに寂しいんで、これもう一回外コバ行きましょうよ。さっきのじゃあちょっと寂しいですからね。もう一回外コバ行きましょう。次はどんな人が見つかるでしょうか。本当にもうリアタイの世界って何も分かってないんですよね。ブロンズランク5の方、打率2割3分9厘、防御率 0.63。 なるほど、やってやりましょう。よろしくお願いします。今回も後方ですね。さあ外コバ、さっきのでちょっと慣れたかな。次はもっといいピッチングができるでしょう。いきなり丸選手、くるカーブ、最初は真ん中からいきましょう。OK、空振り、これいけるんじゃないですか、この方、あー、なるほど、この方、あんまり見えてないかもしれませんね。じゃあ、ちょっと外から入れてみましょう。おお、危ねえ。よし、これで遅いボールからの内角に速いボール、これでどうよ。うわ、コントロール悪い。打ち上げてくれた、助かりました。バッターは2番に入っている。ワンアウト。次はボールになるナックルカーブ。里崎さん、苦しくなってきてますかね。おお、打ってくれた、ファール。明らかに球威がなくなってきてますよね。で次はもうちょっと大きいカーブっぽい軌道からの小さいナックル。お、ファール、追い込みました。いいですね。でここでやっぱり速いストレートでしょ。これで振ってくれ。あー、なんか中に入ったし、おお、振ってもらった、ありがとうございます、助かった。 OK、 いい感じじゃないですか。なんとなく相手の方がボール見えてないような気もする。ああ、打たれた。高めのところから落としましょう。なんかコントロール悪いかな。これどうだ、ボール、うーん、なるほど、これぐらいならどうでしょう。あれスリーボール、どうしよう。わっ、打たれた。これでギリギリ入るか。 OKOK、 ボールかい。 OK じゃないし、ここでストレート、これでカウント取りたい。うおー、打たれた。あかんな、やられてますな。ちょっとあれか、変化量が疲れて落ちてるのか、それもあるのかな。おお、怖い怖い、ビシエドさん怖いわ。もうこういう高いところにストレートくるのめっちゃ嫌なんですけど、この方全然嫌そうじゃないですね。大きいっぽい軌道からの小さなくる。おお、あ、やっぱこっちの方が嫌そうだな。さあカービィの鬼門、まともに打撃ができるかどうか。おお、オッケーオッケー、見えてる見えてる。わあ、これも、ああ、わあ、これストライクです。わあっと、あれ、どうだ、振り遅れ、やばい、これはボール球来たら振ってしまいそう。ああ、うわー、これはなんか抜かれた。これはどうだ、これでギリギリ外に行け。 OK、 ファール。これでどうだ、これでギリギリ、あー、なんかのコントロールあるよな。大きな方と見せかけての小さいナックルド。 OK、これでストレートをギリギリにズバッと決まれ。うわー、ちょっと中、 OK、 打ち上げた、ありがとうございます。バッターは9番に入っている小林さん、これはちょっと高めのナックルいってみましょう。これどうよ、ボール、これストレート早めのやつ。 2球目打ちました。 OK、 打ち取った、ギリギリに決まれ、どうよ、 OK、 移動決まった。そして同じ軌道からの小さめのナックルで打ち上げてちょうだい。あれ、全然外れた。次外行ってみよう。どうですか、なんかコントロール悪いな。この辺どうだ、これはストライクでし
ゲッ、ナイスバッティング、おお、取ってもらった、いいところにセイがいました、見つかりました。さあバッティング、1本ぐらいヒット打ちたいな、目標はヒット1本ヒット1本打つぞ、どうだ、オッケー、打った、ヒット1本打てた、オッケー、ある意味これで満足、いや満足しちゃダメだけど、ノーヒットノーランは免れた、あー、どうよ、見てくれ、どうだ、あー打ち上げた、終わりました、いやー終わってしまいました、いやちょっとこれはちょっと動画にしていいかどうか微妙なラインかもしれませんね、これは苦情が来るかもしれない。おお昇格した、ブロンズランク2に昇格しました、ありがとうございます。いやーこれはちょっとお見せできるレベルじゃないっていうのが皆さんにバレちゃったと思うんで、まあ、今回は動画にしますけれども、もうちょっと練習してから動画にした方がいいかな、皆さんどう思いますでしょうか。こんな腕でもカープ純正リアタイ動画出してもいいよって思っていただける方はぜひコメント欄に書いていってください。もしくはそんな腕でリアタイやってんじゃねえよっていうコメントも全然コメント欄に書いていただいて結構なんで、ぜひよろしくお願いします。はい、半年ぶりのリアタイ、1年半ぶりのリアタイ動画、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただいてありがとうございました。ではまた。Thank you.